すでに数立帝は僕が水神を引き継ぐことを宣言したけど、こうして民衆の前に立つのは初めてだ。就任演説、どうやったら神に寄せられるんだろう。正直全然わからないけど、とりあえず自然な感じで演じてみよう。古本、紳士淑女のみんな、ようこそ今宵のエピクレシス歌劇場へ。僕が水神を引き継ぐことはみんなもすでに知っていると思う。そう、この僕フリーナ・ドゥ・フォンテーヌが君たちの新たな水神だ。一国家の新たな神になる。これまでそういった経験はなかったけど、みんなを導けることを光栄に思うよ。魔人フォカロルスとして、そして正義の神として、僕はできる限り力を尽くしてみんなに公平で公正な時代をもたらしたいと思っている。改めてここまで足を運んでくれてありがとう。今後疑問やアドバイスなどがあれば数立帝に提出してくれ。フォンテーヌの未来を築くにはみんなの協力が必要なんだ。これでいいかな。噛むかと思ったけど、無事思っていた通りに話せてよかった。次はこれが新しい水神？数立帝が私たちをごまかしてるんじゃ。人間よりも上位なんだから神様ってもっと威圧感があるのかと思ってたわ。おい、聞いたか？最後俺たちに意見まで求めてたぞ。神様って何でもできるんだよな。なんであんなに謙虚なんだよ。あれじゃ一般人とどう違うんだ？もしかして新しい水神なんて最初からいないんじゃないの？数立帝が手配した操り人形だったりして。な、どういうことだい？どうしてみんな僕を疑うんだ？まずいぞ。もしバレたらみんなを予言から救えなくなる。そうだ、鏡の中の僕が言ってた人間が思う神を演じればいいって。冷静になるんだフリーナ。人々が求める神、人々が思う神が一体どんなものかちゃんと考えろ。威圧感、存在感、全ての疑念を払拭してくれるようなイメージ、僕はそれを演じなきゃならない。悪くない、我が民よ。それでこそこのフリーナの統治にふさわしい。僕は以前こんな疑問を抱いたことがある。ある日、弱々しい操り人形がこの舞台に立ち、天津さえ歌劇場の主であると主張したとして、それでもフォンテーヌの民は従うのかと。しかしどうやら諸君はそれほどくだらない者たちではなかったようだ。君たちにはこの歌劇場で僕と一緒に美しき審判を見届ける資格がある。先ほどのパフォーマンスは皆への手土産に過ぎない。歌劇場の雰囲気にぴったりだと思ったのだが、どうだい？ここより改めて自己紹介をしよう。なるほど、さっきのは演技だったのか。どうりでここが歌劇場だってことをうっかり忘れてたよ。新しい神様がこんなに個性的な方だなんて、かなりびっくりしたけど、さっきの弱々しいイメージよりはいいかな。魅力も迫力もある神様で本当に良かったですわ。この先少しは安心できそうですもの。人々の考えが変わってきたみたいだ。この感じで最初から就任演説をやり直そう。さて、我が愛しの民よ。僕を認める者たち、崇める者たち、そしてそうでない者たちも皆正義への熱意を持ち続けてくれたまえ。この国の罪はもう洗い流せないと聞いたが、ちょうどいい。罪の中に咲く正義こそ最
もかぐわしい香りを放つのだから。ダメだ、それじゃまた疑われる。フォンテーヌの民が思う神を演じないと。正義の神の手にある天秤は決して堅苦しいものであってはならない。一方に公平と公正を乗せ、もう一方は歓声と喝采で満たすべきなのだ。法を祈りの言葉に、審判を礼拝にして、かがり火を灯そうではないか。さあ、フォンテーヌの未来のために杯の酒を飲み干そう。我が民よ、君たちが心から正義を信奉する限り、この世に審判で解決できる問題などない。このエピクレシス歌劇場でならば、このユシ最低カーディナルの前でならば、僕、魔人フォカロルスはこの世の神々さえも審判してみせよう。おお、フリーナ様、こちら本日審議される事件の報告書とその後の処理結果でございます。お目通しくださいませ。はあ、僕はいつも審判の場にいるじゃないか。そういう細かいことはヌビレットに任せるといい。それにどれも僕の期待している審判じゃない。そのご期待の審判とはどのようなものなのですか？盛大で劇のような、全てを終わらせる美しい審判さ。はあ、言ったところで君にはわからないだろう。はい、及ばずながらそのようなお考えを察する力はなく。別に恐縮する必要はないさ。僕の言ったことは気にせず職務に戻るといい。僕が期待する審判はいつか必ずやってくるんだからね。フリーナ様、光栄です。謁見をお認めくださるなんて、なんとお礼申し上げればいいか。礼なんて必要ないさ。どうしてもというなら、僕に会えるまで気長に待った君自身の根性に感謝するといい。どうやら神としての僕が放つ魅力は時に皆を困らせてしまうらしいね。さて、ディオデーレだったね。息子さんの病気はどうだい？あ、覚えてくださっていたなんて。それに私の家のことまで。息子はだいぶ良くなってきています。実を言うと、うちの子は私以上に忠実なあなた様の信徒で、謁見は息子が強く勧めてきたことなんです。フリーナ様が何をおっしゃったか後で教えてくれと、そう言って聞かなくて。いいね、悪くない。今後はそういうことがあれば事前に言うといい。たまには気分転換として特別に民の家を回るというのも悪くない。あなたは本当にお優しく英明な神様であらせられます。息子の代わりに改めてお礼を申し上げます。フリーナ様、こちらが近頃の水門解析に関するご報告です。重点的に注目するようお命じになっていたパラメータについてですが、未だに楽観視できない値です。やはりか。こうなることは神として
とっくに知っていたさ。ただ人間の知恵でどれほどの分析ができるものか確かめてみたかったんだ。予言にあることは必ず起こる。あらゆる予兆がそれを示している。まあいい、今の君たちが心配するようなことではないよ。そのフォンテーヌ科学院が水面の上昇に対抗する方法を研究しているとの情報が入っております。本当かい？何か成果は？いえ、未だに実行可能な解決策はないようです。ほほん、そうか。神の領域に触れることだ、無理もない。とはいえ彼らのその精神は称賛に値する。やっと一日が終わったか。水神を演じるのってひとときも気を緩められないな。でも幸い、だんだん軌道に乗ってきてる。疑いの声はもうない。これでいいのかもしれない。このまま行けばみんな助かる。はぁ、もう考えるな。明日もこれは続くんだ。早く休もう。フリーナ様、こちら新たな事件の審判とその後の処理に関するご報告でございます。いいよ、もう見たから。その場で見たものをもう一度説明する必要はないって言ってるだろ。フリーナ様、やっとお会いできました。この機会をどれほどお待ち申し上げたか。ああ、我が忠実なる民よ。今ここにある幸福は君と僕に属する栄光だ。フリーナ様、ポワソン町の付近で明らかに異常な水門現象を観測しました。うむ、引き続き観測を続けてくれたまえ。科学院の方についても動きがあったら知らせるんだ。ふう、今日は何もボロは出さなかったはずだ。民が一番安心できる姿を見せないと。でもこんな日々はいつになったら終わるんだろう。精神的疲労がひどい。今日もさっさと休もフリーナ様、こんなに近くでお話できるなんて本当に夢みたい。我々の一族で初めてこのような栄光を授かったものをたどると20代ほども前のディオデール夫人まで遡るそうです。それはいい、優秀な一族じゃないか。君のように敬虔な信徒、もとい敬虔な信徒の子孫に会えるのは僕にとっても最高に嬉しいことさ。そんな、恐れ入ります、フリーナ様。あれ、フリーナ様？ん？どうしたんだい？我が忠実なる民よ。泣いておられるのですか？あれ？なんということだろう、気づかなかったよ。もしかすると僕の中の水元素が満ち溢れてしまったせいかもね。まあ僕は水元素を司る神だからこれも仕方ない。なるほど、神であるフリーナ様のお力の現れだったのですね。それを直に拝見できるなんて身に余る光栄です。終わりが見えない。すごく寂しい。
一体いつまで耐えればいいんだ。もう何百年も経ったはずだ。もしかしてまだ何百年もこの劇を演じないといけないのか。この家庭がこんなにも苦しいものだなんて思いもしなかった。もう限界に達しているのだろうか。いや、限界なんかとっくの昔に来ていたんだろう。今日なんて涙を流している自覚さえなかった。誰かに打ち明けたい。たとえ一人だけでもいい。でもそれじゃ全部無駄になってしまう。何百年もの間いろんな調査をした。だけど予言を突破できる希望は何も見つからなかった。もはや信じることしかできない。水神を演じ続けることだけがフォンテーヌを救う唯一の方法なんだと。頼む、お願いだから絶対に成功してくれ。鏡の中の僕。フリーナ、一人で無理する必要はないかもしれない。他に何を知ってるのかはわからないけど、あなたの民は喜んでその荷を分かち合ってくれるはず。分かち合うだなんて、そんなの無理だよ。最初から僕は一人でこの責務を背負う運命にあるんだ。分かち合う必要がないとしても、せめて誰かに相談することはできるはず。私は見届けるもの。私に相談してくれればいい。見届けるもの。そうか、君はこの聖界の外からテイワットに来たんだったね。つまり君は最初からここに属するものじゃない。もしテイワットの全てが舞台上の劇だとすれば、君は歌劇場にいるただの観客。そうだろ。あるいは君になら。旅人の言う通りだ。彼女になら打ち明けてもいいんじゃないか。でももし全てが予想通りにいかなかったら、リスクを背負うのはフォンテーヌの民全員なんだぞ。ダメだフリーナ、利己的になるな。でももし本当に平気だったら。フリーナ、君はもうこんなに頑張ってきたんだから、ちょっとくらい自分勝手になってもいいよね。別にそんなにひどいことをするわけじゃない。ただ単にふさわしい人に自分の悩みと苦痛を少し伝えるだけだ。大丈夫だよね。この機会を逃したらもう二度とないかもしれないよ。いや、ちゃんと、もう少しちゃんと考えよう。別に何も言うことはないよ。僕は神、フリーナだ。全てはうまくいく。君は観客として終幕までをしかと見届けるといい。
つまりフリーナでさえ真実は知らないと。計画の全貌を彼女には言っていないのか。ああ、天理を騙すにはまず己を騙さなくちゃ。彼女は本当に大したものだった。この500年、彼女の意志が少しでも揺らいでいたら、フォンテーヌは最悪の結末をたどっていただろうね。人間を信じる、やっぱり正しい選択だった。君がいかにして天理を欺いたかは分かった。だがこれは真実の半分程度に過ぎないのだろう。重要なのはこの状況でどうやって予言からフォンテーヌ人を救うかだ。うん、さすがフォンテーヌの最高審判官だ。実に明快なロジックだね。君もとうに気づいているはずだろう。ユシ最低カーディナルがそんなに単純なものじゃないってことに。確かに私はユシ家に自我が存在することを疑っていた。リネ君もあれのコアがある部屋から人の声を聞いたことがあるらしい。今にして思えば君が自分の意識をユシ家に隠していたのだ。そうだな。うんうん、外から見ればそうだよ。僕はフォンテーヌの神の心を持ったまま由式と一つになったんだ。でも君の由式に対する理解はまだちょっと浅いかもね。実を言うと由式は正義を執行するための機械なんかじゃないんだよ。その本当の役目は正義の神を殺すことさ。なんだと？ああ、いやいや、正確には正義の神を鎌倉もろとも破壊する機械と言った方が正しいかな。僕は何もフリーナが苦しんでいるのを見てただのうのうと楽しんでるだけの輩じゃないんだよ。この500年僕の役目は由式に立証混合エネルギーを蓄積し続けることだった。もう気づいている人もいるみたいだけど、ユシキが生み出すエネルギーの中でフォンテーヌの都市に使われているのはほんの一部だけさ。残りのほとんどは全て蓄積されてきた。今日の死刑執行のためにね。今日の審判も死刑もやはり君の計画の一部だったか。500年間フォンテーヌの民が何千年も何万年も使えるほどのエネルギーを由式に貯め続けてきた。そんな膨大なエネルギーをもってして初めて天空の島が定めたルールを揺るがし、属性の七姿勢の構造を壊し、水神の鎌倉を破壊するための隙が生まれるんだ。ゆえに由式が出した結論において死刑に処されるのはフリーナでもフォカロルスでもなく水神というわけか。水神の鎌倉を壊す。私の思い違いでなければ、まさか君は。もちろん君にはもともと属するはずだったものを返すつもりだけど、言い換えれば全ては水神の権能をこの星の水元素の竜に返すためなのさ。だが何だい、また悲しんでいるの？古竜の体験を取り戻せるっていうのに、テイワットの水の竜王がそんな顔していいのかい？500年前から今の今まで、それほどのことをしてきたのは全て自らを犠牲にするそれだけのためだったのか？そんな風に考えたことはないよ。それどころか今は天理を騙せたことにすっごく満足してるんだ。水流、水流、泣かないで。できることなら僕が天理を審判したい。だって天理はエゲリアとほとんど変わらない罪を犯したわけでしょ。エゲリアが奪ったのは原始大海の力、
天理が奪ったのは君たち古竜の力だ。僕が正義の神だというのなら、僕は君の力を君に返す。それこそ正義を貫く、正義の名に恥じぬやり方さ。正義といえば、僕はこんな風に考えている。正義とは人類の存在そのものを遡る過程だと。原始大海の力を奪ったのがフォンテーヌの原初の罪だというなら、あらゆる行為の正義は別として、フォンテーヌ人が人として生まれこの世に存在する資格こそがフォンテーヌの原初の正義だ。言い換えれば、存在がエゲリアの正義だ。でも僕にとっての正義は存続なのさ。予言を打ち破り、フォンテーヌの人々を生かすこと、今はそれこそが全てを超える正義であるべきなんだよ。だけど今まで僕も全てのフォンテーヌ人も気が遠くなるほど長くこの罪を背負ってきた。最高審判官ヌビレット、元素竜の全ての力を取り戻した後、君はどんな判決を僕たちに下すのかな。当時私をフォンテーヌ邸に招待し、最高審判官の地位につけたのも、今となって考えれば君のアイディアだったのだろう。この立場の本当の意味を理解した。今になってやっと。もとより私は人間になど興味がなかった。だがこの500年人間と過ごしたことで、種族を超えて理解し合い、彼らの気持ちを感じられるようになった。ずるいな、ホカロルス。今さら私が有罪判決など下せないことを君は知っているのだろう。